スのわがままレシピ、料理研究家の高健哲です。今回のわがままレシピはごま味噌カツ丼をご紹介します。コクのあるごま味噌だれがカツの旨味を引き立ててくれますよ。それでは始めましょう。豚肉、レタス、ごま味噌だれの材料を用意します。まずは下ごしらえから。味噌に白すりごまを加えたごま味噌だれを作ります。肉は下処理がとっても重要。刃先で筋を切り、包丁の背で肉を広げると柔らかな口当たりのとんかつになります。下味をつけたら元の形に整えます。小麦粉は薄く、そして溶き卵、パン粉の順に衣をつけ、手で押さえてしっかりなじませましょう。パン粉を落としてすぐに音を立てて広がれば中温になった印です。さあとんかつを揚げていきます。両面をしっかり揚げるためにスプーンで油を回しかけながら揚げます。バットに上げ、しっかりと油を切りましょう。電子レンジで30秒加熱したごま味噌だれをとんかつにかければ、ごま味噌カツ丼の出来上がりです。コクのあるごま味噌だれの隠し味はソース。ご飯にもよく合う美味しさです。はい、わがままメニューの完成です。ほらめっちゃ美味しそうでしょ。肉の下処理の時に筋を切って叩いて広げるのがポイントです。柔らかく仕上がって出来上がりの味に差がつきますよ。